こんにちは、ミューズポートボーカル教室の加藤です。今日はリズム3拍子を取る練習をしてみましょう。1、2、3、1、2、3というリズムですね。3拍子のリズムを取るときに、ポイントは1拍目を強く取ることです。で、今日は手と足も使って、取ってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみてください。はい、それでは3拍子に合わせて手と足を使ってみたいと思います。まず1拍目の時に足を左右交互にかかとで踏んでみましょう。いきます。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、そうしましたら次に2と3の時に手拍子を入れてみましょう。と足、手、手、足、手、手という順番になります。一緒にやってみましょう。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。できましたでしょうか。はい、そうしましたら今度は歌に合わせて今の手と足で3拍子を取る練習をしてみましょう。今日は海を使いたいと思います。ぜひ一緒に歌いながらやってみてください。いきます。せーの、海は広いな、大きいな、月が昇るし日が沈む。もう一回一番いきます。海は広いな、大きいな、月が昇るし日が沈む。できましたでしょうか。三拍子の曲ですと他にもふるさとや恋のぼりなどありますね。ぜひいろいろ歌いながら試してみてください。歌いながら体を動かすことでアクセントも取りやすくなると思います。ぜひやってみてください。ではまたねー。